フィンランドの首相は、フィンランドの政府の長である。首相は、国家元首たる大統領によって任命される。新憲法の規定により、エルスクンタ内の諸政党が、新しい国家評議会における議席の配分や、政府計画について協議した後、大統領は首相を指名する。議会は、他の候補者がいない場合、絶対多数の票を得て指名された首相を承認せねば、ならない。 候補者が十分な支持を得られなかった場合は、新たな協議と大統領による二度目の指名が行われる。二人目の候補者も絶対多数を得られなかった場合は、三度目の投票が行われる。その際、全議員が候補を指名でき、候補者は相対多数を獲得すればよい。議会での選挙後、大統領による正式な任命が行われる。上記の手順が初めて用いられたのは、 2003年にアンネリア・テーン巻を首相に選出した際である。それまでは3度目の投票で相対多数の票を獲得した候補を大統領が指名するとされてきた。新憲法が施行されるまでは首相と国家評議会会員を指名する公的権限は議会主義の原則の制約を受けない大統領が有していた。ただし大臣の指名には 議会の信任が必要であった。首相は大臣を指名する。大臣は議会の同意に基づき大統領によって任命される。1918年、フィンランド元老院は国家評議会へと変わり、元老院経済部門副議長の地位は首相のそれへと変わった。ヘルシンキのメーラハティ地区に位置するケサランタ・キースランタは1919年以降、 フィンランドの首相官邸とされた。独立以来、フィンランドでは、現内閣を含めて72の内閣が成立した。最長の内閣は、パーボリッポネン首相の2つの内閣で、いずれも1464日間続いた。首相の報級は、議会議長の報級と同じ法律に基づいており、月額11675ユーロである。この他に、首相は、 議会の現職議員として与えられる議員報酬の半額を受領する。議員報酬の満額は現在少なくとも月額6335ユーロであるため、首相は全部で少なくとも月額14842ユーロを受領する。報給は通常の所得税の対象となる。首相には隠れ記念の間に30日の休日を取ることが認められている。 官邸の維持管理費や人件費、役務費は政府によって支出される。首相はいつでも自由に使える送迎、警備サービスを有する。ウィキメディアコモンズにはフィンランドの首相に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。